こんにちは、Gです。今回は Wi-Fi ホットスポットのお話。 RaspAP という結構有名なソフトでラズパイを Wi-Fi ルーターにします。具体的には画面のようなイメージです。ラズパイに接続されたイーサネットに Wi-Fi 経由で接続できるサービスになります。でも元来無線ルーター自身そう高いもんじゃない。スペック言わなければ2000円ぐらいからあります。それとラズパイの Wi-Fi はもともと遅いですよね。ラズパイをホットスポット専用機にするのは割高なんじゃないでしょうか。それに見合うサービスなのか実際に検証してみました。このソフトは基本的にデビアン系をサポートしています。でも画面の公式サイトを見てみるとラズパイ、ブルズアイライトのみサポート。デビアンやウブンツーはベータ版扱いになっています。主なスペックは画面の通りです。普通の無線ルーターにないのはアドブロックだけですね。まずは公式サイト通りにインストールして試します。ラズベリーパイイメージャーでブルーズアイライト64ビット版を SD に焼きます。ラズパイ側の準備は有線でイーサネット接続しておくことだけです。設定の際にはモニターがいりますが運用中はモニターは不要です。 SD をラズパイに挿して起動。ライト版は GUI がありませんので初めての方はちょっと戸惑うかも。最初にキーボードレイアウトを指定します。アザーを選んでジャパニーズを選択。次にユーザー名とパスワードをタイプします。以上で初期設定は終わり再起動されます。最初に画面のようにアップデートしておきます。終わったら画面のようにタイプします。5行目のローカライゼーションオプションズを選び、4行目のダブルランカントリーを選択。リストから JP ジャパンを選びます。無線LANは各国の法規に沿った運用がなされるためカントリーコードの設定は重要です。ついでながらローカリゼーションは GB にチェックが入ってるんでそれを外してジャパニーズにチェックを入れておきます。こうすると GUI が日本語化できます。終わるとリブートされ事前準備が終わりました。インストール自体はめちゃ簡単で画面のように1行タイプするだけ。途中何度か問い合わせがあり全部イエスで構いません。最後にリスタートしてくれます。これでもうサービスは始まっています。初期設定値は画面の通りです。ついでながらプライベート IP アドレスには3つのクラスがあります。通常は192から始まる番号が一般的でクラス C になります。172から始まるクラス B というのもあります。 RaspAP は10から始まるクラス A を採用しています。レンジ区分であって
どれがいいということではありません。早速別の PC から接続を試します。 Wi-Fi リストにラズパイウェブ GUI があると思います。パスワードチェンジミーで接続します。これでラズパイのイーサネットに Wi-Fi 経由で接続した状態です。ラスプ AP のコントロールパネルを見てみましょう。ブラウザーを立ち上げて 10.3.141.1 とタイプ。ユーザーはアドミン、パスワードはシークレットでログインするとブラウザーにラスプ AP のコントロールパネルが現れます。ホットスポットをクリックします。ワイヤレスモードが 802.11G になっています。ポップメニューで選択できるんですが Wi-Fi 5 が DIM になってる。タブで高度なをクリックします。下の方に国コードがありジャパンとなっていますが、これをユナイテッドステイトに変更して設定を保存。基本タブに戻ります。ワイヤレスモードで 802.11AC が選べるようになっています。変更したら設定を保存。もう一度高度なをクリックします。高度な設定にブリッジド AP モードがあります。これはルーター機能を使わずアクセスポイントにするためのスイッチです。このアプリを試しているということは他にもルーターがあるということなので、常識的にはブリッジド AP モードをオンにするべきです。そうでなければルーターの下にルーターがある二重ルーターという状態になりますので、ネットワーク網が異なる機器同士で通信ができないなどのトラブルが起きてしまいます。でもここではあえてオフのままで使用します。セキュリティタブではWi-Fi ログインのパスワードを変更できます。設定は以上です。最初は速度を計測してみましょう。ネットワーク設定で有線イーサネットを停止して、普段使いの Wi-Fi ルーターとラスプ AP の速度を比較してみます。テスト結果からラスプ AP の Wi-Fi 5 は Wi-Fi 4 と同程度の速度でした。これは Wi-Fi 5 のプロトコルはサポートしているが速度は出ないということですね。ラスプ AP は基本的に通常の Wi-Fi 4 の半分程度の速度ということでした。でもこの速度は不都合なほど遅いんでしょうか。5台の端末をラスプ AP 経由で Wi-Fi 接続して YouTube 動画をフル HD フルスクリーンで再生してみます。この時有線イーサネットは無効化してラスプ AP のみで2時間再生を試しました。結果は画面の通りです。
安定して動作し、動画再生も問題ありませんでした。まあ、5台の動画再生程度ならホットスポットでも大丈夫ということです。速度は速いに越したことはありませんが、常用の速度はそんなに必要ないんですよね。 CPU 温度も上がってないし、 CPU 負荷も小さいようです。テスト結果から安定動作は分かった。遅いけど実用上問題はない。でもこれ利用価値はあるんでしょうか。どう考えても無線ルーターがあるならそれでいいですよね。普通の用途だとラスプ AP でラズパイをあえて1台占有する価値はないと思います。それじゃあ別の使い方はないのかと考えてみました。試案の末、ライトじゃなくて一般的な GUI のあるラズパイ OS に入れてみたらどうなんだ。公式サイトではサポート対象外ですけど。ということでやってみましょう。最新のラズパイ OS ブルズアイを起動して、ターミナルから画面のように1行タイプ。インストールが終わりました。これでラズパイ OS を使っている間はホットスポットが利用できることになります。安定して利用できるか試します。先ほどと同様、複数の PC で YouTube のフル HD フルスクリーン再生を行います。結果は画面の通りです。4台の PC で動画再生を行いながら、ラズパイ OS 自身も同じ動画を再生しましたので、都合5台同時再生でした。ご覧のように CPU 負荷も大きく、発熱もあります。ラズパイ OS 上のブラウザーでは読み込みが間に合わないのか、動画再生中にビーチカーソルが時折見受けられました。ホットスポット側は再生に問題ありませんでした。この利用方法ならラズパイ OS 利用時のみ数台程度にホットスポットとして Wi-Fi 提供できます。例えば来客用ホットスポットの提供と考えれば十分ではないでしょうか。スマホやタブレットの利用などにも便利と思います。ただしブルズアイの利用がメインであって、ホットスポットも提供できる環境という状態、言い換えればついでの機能としての利用なら、ラスプ AP もありじゃないでしょうか。なお話が前後しますが、最初のテストでブリッジド AP モードについて、ブリッジモードを使用しないで評価を行いました。理由はラズパイ OS にラスプ AP をインストールした場合、ブリッジモードをオンにすると OS が落ちるんです。もちろんブルズアイライトにインストールした場合はブリッジモードオンで問題ありません。ご覧いただきありがとうございました。パソコン用の椅子を買い替えました。愛用の椅子は経年変化で動脈硬化やら乾燥肌状態なので引退。当時は高かったけど長年腰を支えてくれました。合掌。ネット通販で今風のゲーミングチェアなら比較的安いなぁと感じてたんですが、座り心地を試さないと絶対後悔すると思って
実店舗で試させていただきました。結果、事務機メーカー製のオーソドックスな椅子を購入。気に入ってるんですが、結構するんですね。かなりいいパソコンが買える値段でした。でも、いつまで座り仕事ができるのかなどと思いを馳せていると、孫が、よだれが、靴脱げよ、お菓子こぼすな、叩くな、蹴るんじゃない、危ないから飛ぶな。ではまた次回。